にちは、コンシェルジュの毛利です。本日は引き出物のご紹介をさせていただきます。業者さんにもお手伝いいただきます。お願いします、はい、よろしくお願いします。はい、ではおすすめの商品、はい、ご紹介お願いします。じゃあ紹介させていただきます、はい。一番おすすめのカタログギフトなんですけども、はい、このラマリエというシリーズが一番おすすめです、はい、これ全国的でもかなり引き出物では結構選ばれているシリーズでして、はいはい、まあ、このカタログ自体が、まあ、ウェディング限定版のカタログギフトということで、はい、引き出物専用のカタログギフトになってます、はい。でまあ、中身に関しても、まあ、最初はこんな感じでもうブライダル、はい、もうあの関東ページ紹介させていただいて、はい、まあ、その後に商品を載せていただいてるんですね。美味しそう、はい。まあ、載ってる商品に関しても、まあ、こういった美味しそうなスイーツだったりとか、はいはい、まあ、ブランド中心に入れているものでして、まあ、なんか昔から本当に形の変えない王道のカタログギフトといったところですね、はい。こういった、まあ、ブランドはブランドでもちろんたくさんあるんですけども、このカタログギフトってその中でもオリジナル商品がすごく多いのが一つ特徴でして、例えばこのオレンジ色のマークがそうなんですけども、はい、ジェラートピケさんだったりとかもこれも全部オリジナルで展開させていただいてるんですね。はい、もうやっぱりこれも、まあ、さっき申し上げたブライダル限定版のカタログギフトですから、はい、なかなか手に入らないという商品になりますね。嬉しいですね。もらった方はとても嬉しいんじゃないかなというふうに思いますね。ナンバーワン、はい。まあ、ものの他にも体験型ギフトなんかも、はい、すごくいっぱいあるのが特徴でして、すごい、はい。まあ、なんか最近は物じゃなくて体験で申し込まれる方もすごく多いですね。そうなんですね。まあ、なんか物余りの時代そういうことがあると思うんですけども、それで結構注文いただいている商品なので本当に万人受けるカタログギフト、まあ、王道でいきたいならこちらはすごくおすすめかなと思いますね。すごい人気なカタログですね、はいはいはい。あとですね、はい、最近はあの引き出物の宅配サービスっていうのがすごく流行ってきておりまして、はい、この思いやり便というサービスがそれなんですけれども、はい、通常引き出物って結婚式の当日に、はい、あの置くのが通常だと、通常だと思うんですけれども、ね、はい、こちらはもうあのゲストの方に全て送っちゃうというシステムになるんですね、はい。まあ、持ち帰りの負担がものすごく少ないのがまず一つ特徴で、まあ、最近は結構遠方から来てくれる方だったりとか多いと思うんですけれども、どうしてもね、あの重いだったりとか、ね、もしあのグラスとかそういうの割れちゃうリスクっていうのはやっぱりどうしてもあるので、もうそういうリスクはもう一切なし、はい、もう簡単に登録できますので、はい、もう全部送ってもらえるというサービスも今すごく流行ってきているんですね、 いいですね、はい。こちらも結構使う方増えてますので、ね、すごくおすすめになっておりますね、はいはい。以上がおすすめの商品です、はい、ありがとうございます、はい。こちらの引き出物も要チェックでご覧ください。はい、はい、またチャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。